はい、Gパラダイス店長高木です。最近 G-SHOCK 高くなってると思いません？まあ、特にメタルのモデルをどんどん出していくぞと箇所さんも言ってますので、最新のかっこいいモデルが欲しいなってなると、まあ、ガシガシ使えないような高額なメタル系になってきてると、まあ、そうなるとやっぱりお財布にも限界がありますのでね、そう安々とは購入できなくなってきますし、まあ、そうなると G-SHOCK の新作レビューなんかもそんなにできなくなるんじゃないかなと。じゃあどうしようかなって考えてた時に、たまたまネットでこちら発見いたしまして、これも歌唱性なんですが、まあ、なんともこのレトロな感じがいいなと思いまして、まあ、速攻でポチりましてね、まあ、今こうして手元にあるんですが、昭和の頃の未来ってこんなイメージだったんですかね。まあ、これ G-SHOCK ではないんですけども、私のような G-SHOCK マニアにもぶっ刺さると言いますか、まあ、このレトロ感が逆にたまらなくかっこいいと思ってしまったんですよね。まあ、おそらくこのチャンネル見てる方ほとんど G-SHOCK 好きの方ばかりだと思うんですが、まあ、どうですか、こういうのも結構ありだと思いません？かっこいいと思っちゃいますよね。まあ、G-SHOCK では絶対ありえないこのフォルム、このフロントボタンとかいいですよね。これケースもちゃんとメタルで作られてるんですよね。バンドだけではなくフルメタルなんですよ。よく安い時計ですよね、樹脂とかプラスチックでメッキしてるものが多いんですけども、これはステンレスの無垢ですので、このようにブショブショで仕上げを変えることによって、まあ、より一層メタル感を出してきてますんで、まあ、ほんと高級感もあって、まあ、かなりいい時計に仕上がっているのかと思います。G-SHOCK でフルメタルになりますとね、まあ、それなりに機能も上げたりして、俗に言うハイエンドモデルになっちゃいまして、まあ、最低でも 4,5 万とか高額帯になってくるんですけども、こちらフルメタルであるにもかかわらず、1万円ちょっとで買えちゃうんですよ、これ。すごくないですか？まあ、まさにお値段以上の出来栄えでして、お買い得感が半端ないんですよね。ですので私高地、こいつのことかなり気に入ってしまいまして、このレトロフューチャーのメタルフォルムには絶対ゴールドも似合うはずだということで、こちらゴールドタイプも買ってしまったんですよね。まあ、これがやっぱりかっこよくてですね、このオールゴールドでこの辺ののぺーとした感じが、なんかあのスターウォーズに出てくるあの全身金色のね、あのアンドロイド C3PO みたいでね、まさにレトロフューチャーって感じで素晴らしいです。まあ、本当にかっこいいんですよね。でさらにこのグリーンの液晶とメタルブラックのコントラストが絶妙でして、歌唱計算機そのものをメタバースでアバター化したかのようなデザインで、まあ、これも絶対かっこいいはずだということでこちらも買ってしまったんですよね。まあ、なんか安いはずだったのに逆に高い買い物になってしまったと恐ろしい結果になってしまったんですが、まあ、でもね、フルメタルの G-SHOCK 1本の値段でこっちのフルメタルが3本買えたわけですからね、まあ、よしとしましょう。まあ、これを初めて手に取った時はですね、まあ、歌唱さんもよくこんなヴィンテージ感のある時計作ったなともう感心しきりだったんですけども、まあ、後になってこれ調べましたところ、これもすでに1970年代に発売されていたモデルだったんですね。でそれは今回カシオさんが昨今のレトロブームに乗じて満を持して復刻してきたという、これ実は往年のカシオファン待望のモデルだったということで、まあ、どうりでいい味出てるはずだなと、まあ、今の感覚では絶対作れないよなーって感じですっきりと納得したわけなんですけども、こんなかっこいい時計が G-SHOCK よりも前に出てたんだなーっていう驚きもあったんですよね。まあ、今回の復刻に際しまして新しく金型を起こして一から作り直した部分も多かったんじゃないかなとか考えますとね、カシオさんの思い出も強いモデルだったのは間違いないかと思います。機能的には G-SHOCK ほど多機能ではないんですが、必要最低限のものはついてるといった感じでして、普通モードボタンとか横についてるんですが、こちらではここですね、ここを押しますとアラーム、ストップウォッチで時刻合わせと変わっていきまして、で一周するとで、こちらがライトボタンですね。慣れてないので非常に押しづらいんですが、これがまたいいんですよね。他のボタンも一緒に押しちゃいそうですし、押すたびにガラスが汚れがちなんですが、まあ、かっこいいのでオールオッケーでございます。このようにちゃんと残照機能もつけてきてます。いいですよね。ライト LED に変わってきてますので、結構明るいですね。まさにザ・レトロフューチャーって感じで、おじさんにはほんとたまらない郷愁を感じるんですが、これ意外にも若い人たちもそれを感じているようでして、このレトロ感が逆にかっこいいって今の人も感じるようになってきてるみたいなんですよね。まあ時代は繰り返すって言いますけど、まあ、ほんと面白いですよね。こちらおそらく俗に言うチープカシオっていうよりも、まあ、ヴィンテージカシオになるのかと思いますが、まあ、こういうレトロ感あふれるシリーズも捨てたもんじゃないなと、ちょっとこれ一旦足を踏み入れたら結構やばいことになるんじゃないかなと私高地確実にそう思い始めております。
私はこのヴィンテージカシオとかチープカシオの世界っていうのはまだそんなによく知らないんですけども、まあ、これを機にですねちょっとずつこのチープカシオの沼にはまっていこうかなと思っております。今回紹介したこの A1100 はチープカシオとしてはちょっとお高めだったかなと思うんですが、本当のチープカシオの方は多分 G-SHOCK よりは安く買えるものばかりだと思いますのでね、まあ、今回の動画で好評がたくさんいただけるようでしたら、まあ、ちょっとシリーズ化っていうのも考えちゃおうかなと思ってます。まあ、G-SHOCK マニアの目線でチープカシオを語るっていうのも全然ありかと思いますのでね、まあ、この G パラをチャンネル登録している方でもチープカシオをもっと見てみたいという敬意な方がおりましたらね、まあ、よかったらいいねボタンを押していっていただければと思います。はい、では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。